そうだからそういうお金をねなんで笑うの？どこまで本当なのかわかんない。全部本当だよ。全部本当で、昨日もだからさ、欲しいものあったけど聞かなきゃいけないじゃん。そりゃそうでしょ。それをさ、やっぱ自分の意思で自分の判断で変える身分になりたい。それはみんなそうだから、全員そうだから、この世の人も全員。どういうこと？全員みんな好きなもの買いたいと思うよ。だからそこになりたいから稼ぎたいの。なんかちゃんと稼ぎたいよね。で自立してその結局依存しちゃってるわけじゃん、私は夫さんのそのお財布にね。だからそこでなんか彼がダメって言ったら諦めなきゃいけないじゃん。みんなそうだけどね。私は違うのよ。そうなりたくない。だからどんどん使いたいでしょうかね。使えるように稼ぎたい、稼ぎたい。そう、まあ、それはね、稼げばいいじゃん。だからでもこの人はどうなんだろうねと思って。別に広告の女王だけど、なんかまあラッキーぐらいのランチ代にできちゃったぐらいなんかね。分かんないけど相当稼いでる。どのくらいの稼いでるって？年間1000万超えるってこと？あ、それは余裕で超えると思うよ。そんなに？うん。ダイナチャンネルだから行っちゃえばセレブ。セレブで行っちゃう？行っちゃった、行っちゃって。いや、セレブじゃ底辺なの私。セレブ界の底辺。多分。下の上ぐらい。それは面白いね。下の上は面白い。だと思ったらセレブいけるのか。私お土産買ってきた。この子と目が大した家に住んでないと思う。見て見て。ダイナのお土産。じゃーん。何これ？何？どういうこと？どういうこと？何なのそれ？罰ゲーム？違う。違う。ここ会って、あ、ダイナの家行きたいって言ってた。そしたらね、カイちゃんがね、いいんじゃないって言ってた。カイちゃん、何も性格悪いね。違うこれ絶対喜ぶと思ってダイナの。これ何で使えるの？だからエルメスのバッグの中入れちゃう。そういうこと？何が入るの？エルメスのバッグに忍ばせて。この中に？そうそうそう。絶対合うなと思って。どういうこと？これ何を入れればいいの？あれだ、ちょっとさ、消毒とかさ、ごまごましたものを。そうなんだかな。これ外しちゃっていいから。これ何言ってんの今？何が言いたい？こんな感じ？こんな感じ？これ置いといたら旦那さんどういう反応する？興味ないから。あ、そう。さすがにこれはいるんで、俺がエルメスの新作買ったんだっていう。これ旦那さんなんて言うかな？なんて言わないじゃんって言う？ふふーんぐらいじゃん。鼻で笑って終わりかもね。本当？どうだった？カイちゃんにしか見えないんだよ。カイちゃんに似てない？顔が赤いけど、なんかこのポンって。ああ、もう増えた。嬉しい。どういうこと？何かの嫌がらせ？本当にお土産。心のこもったお土産、これが。待って本当あるでしょ、もうちょっと西部に買ってくるようなものがねえお腹痛いもう勝手に笑わないで閉じたら丸いタコになる。そうね、そう思った今非常にいいでしょ役に立つでしょ。何入れればいいのこれこれ6歳以上とか書いてるけど対象年齢6歳以上ってことは大丈夫でしょ。まあね、ギリギリセーフあ、精神年齢ってこと、うん、ギリギリ大丈夫。大切なものを入れて。そうね、逃げ出しちゃいそうねなんかありがとういや、これたこ焼きバージョンもあるの。たこ焼きの方が良かったな。本当、ダイナは絶対タコだよって言って相談してそれにした。かいちゃんか。かいちゃん。かいちゃんは私の何が分かってるのね。一回しかあった、しかもちょっとさ、人見知りしてさ、そんな近づいても来てはくれなくてさ、知らないでしょ私。これいいと思うよ。何ね、このさ、下のこのピロピロがいいでしょ。そっか庶民はこういうのが好きなんでねこれ5個ぐらい買っちゃった。あ、ばらまき用にねすっごい喜んでくれたよ、次女は。次女はだってさ、まだあれでしょ、子供じゃん。ここです。私も初老だからさ、初老でこれ持ってたらよくない？だんだんこういうのが好きになってこない？許せるようになってこない一周回ってそんな見つめないとか言いながらさ、絶対使うでしょ。使わざるを得ない薬とか入れればいいじゃん。薬ね。ちょっと写真撮ろう。よかった、喜んでくれたよ。うんまあ、こういう反応を期待してんだろうなと思ってさ言動にしてるけどセレブキャラでイケからのこれでしょ。いじりにしかないよね。いじりに絶対大丈夫です。大切なものって大丈夫です。これもうさ、タグ付けしていいあれだな、インスタにあ何これすごいよ、素敵。これ素敵だね。走ってどうもありがとうございますあ、もうこれから出なきゃね。そうだね、そろそろ出ようかな。いい、本当めちゃくちゃいいよ。はい、かわいい。ありがとうございました。じゃあこれつけて今手箱よくなっちゃう。